は、では国小勝郡に存在した、日本の城。市の北部のみ瀬川左岸にある標高314メートルの、天気台山から北西に伸びた丘の先端部に位置する、平山城で、標高110メートル、飛行差30メートルである。城の西側に、宇州街道岩崎塾があり、宇州街道と皆瀬川の監視を目的とした、湯沢城の市場であった。県庁、 運営年間、藤原川内守が岩崎城を築城した。城主の岩崎氏は小野寺氏の所流で湯沢城の北側を守備していた。天正18年欧州市沖で小月軍は最上氏の領土とされたが、横手城主小野寺義道はこれを認めずに小月軍の支配を継続した。これを聞いた山形城主最上義道は文禄四年。 立岡城主、立岡光重が率いる軍勢を、湯沢城に差し向けた。湯沢城が落城して、次の目標が、岩崎城だと推測した。岩崎義高は、小野寺義道に援軍を要請したが、同日に、今泉城、角間城、鍋倉城、上田城、改め城が、最上軍の攻撃にあったため、岩崎城の方には、手が回らず、ほとんど援軍が来なかった。その後、 前、森上主、原田大前が、岩崎城に野衆をかけ、上主の岩崎義隆は討ち死にして落城した。その後、原田大前が上主となった。以後、岩崎城は、もがみ市の城になった。慶長七年、佐竹義信の違法号は、佐竹市の城となった。玄那元年一国一条令により、廃城となった。天明五年、菅江雅美が、 旅路の途中でこの城跡に立ち寄ったという。慶応四年、佐竹義人は拠点を椿大城から移して岩崎城市南独に岩崎藩陣屋を構えて岩崎藩を置いた。明治38年9月14日本丸の東の堀に大海南線が開通。現在は千年公園として整備されており、無料駐車場も設けられている。南独には、 岩崎半人屋の電車が移築されている。本丸城郭の形式は平山城。城の北部を水瀬川が流れ、天然の堀の役目を担っていた。現在は城全体が千年公園として整備されている。本丸は L 状の車をしており、本丸の規模は東西約70メートル、南北約100メートルある。南側に1段、北側には3段の車がある。 現在は、本丸の東側の堀には、JR 大湯本線が通る。二の丸は、本丸の西側に位置し、長方形の車をしている。規模は、東西約70メートル、南北約100メートルある。東端に、倉台がある。三の丸は、本丸の南側に位置している。規模は、東西約60メートル、南北約70メートルある。三の丸には、卵があり。 集落が存在した。井戸の深さは約5メートルある。上主岩崎道工の娘である吉江姫が生まれて、少し経った頃になぜか泣き続けるようになり、いろいろ手を尽くしたが効果がなかった。その数日後に、馬が庭で卵型の石を拾い、それが姫の落ち着かせたので守り石とされた。その守り石が置かれていることからと呼ばれるようになった。鉄道路線バス。 ありがとうございます。